ビリー・ミルズ、ビリー・ミルズ・ミルズ、1938年6月30日隊は、アメリカ合衆国の陸上競技選手。1964年東京オリンピック男子1万メートルにおいて、オリンピック史上に残るオーバン・クルワセにより金ダルを獲得した選手である。ミルズは、サウスダコタ州出身のオグララス族のインディアンである。パインリーチ・インディアン保留地で育った。 彼は7歳の時に母親を亡くし、父シドニーはビリー以下13人の子供を一人で育った。この父シドニーが子供の頃に教えてくれた成功とは人生においてはっきりとした望みを見つけることだという言葉が自分の人生の哲学になり、この教えのおかげで後に金メダルを取ることができたとビリーは十回している。 父シドニーはビリーが12歳の時に亡くなり、兄のシドニーと姉のマージーがビリーたちを育ててくれた。ビリーはパインリッジのインディアン寄宿学校に送られた。寄宿学校を卒業すると彼は生前の父のスポーツをやったらどうだいとの言葉に従い、カンザス州ローレンスにあるスポーツで有名なハスケルインディアン高校、現在のハスケルインディアン部族大学に進み、 ここで競技を始めた。ハスケル在学中は、夏休みには、ネブラスカ州バレンタインの倉庫で、朝の6時から夕方5時までアルバイトをして、学費を稼いだ。インディアンに対する差別によって、部屋が借りられなかったので、夏の間、インディアンのバイト仲間と二人で廃車置き場の廃車の中で寝泊まりをし、小川で行水をする毎日だった。ハスケルデビリーは、 トニー・コフィンコーチの人間性と誇りに基づくスポーツマンシップこそがインディアンの道だとの言葉に感銘を受け、コーチの勧めでクロスカントリーを選んだ。ビリーは本来は陸上競技よりもフットボール志望だったが、フットボールの練習に参加したものの3週間しか持たず、結局コフィンコーチの助言に従うことにした。ハスケル高校通算成績はクロスカントリーで1位。 一マイル層で5位だった。ミルズはカンザス大学に陸上で奨学金を得て入学。在学中に全米学生選手権のクロスカントリーを3度制し、1960年代にはビッグエとクロスカントリー選手権の個人タイトルも獲得している。カンザス大学陸上チームはミルズが在籍した1959、1960年の 国外国内選手権を制している。だが、それらの記録は全く無視された。記念写真を撮る際も、優勝者である、彼はいつも白人の中から外へ出された。社交クラブへの入部も拒否された。親戚の話をすると、インディアンの名前がおかしいと笑いのにされた。インディアンであることから受ける差別と嫌がらせのあまりの、ひどさに、 ビリーは三年生の時に大学を辞める決心をし、高校時代のコフィンコーチにバス停から電話をした。駆けつけたコフィンはビリーの前で号泣し、目的も楽しみも見つけられない人間はたくさんいるというのに逃げ出す君が悲しいとさとし、思いもよらない言葉に驚いたビリーは再び競技を続けることにした。バスはビリーの荷物を乗せたまま行ってしまい、コフィンコーチは 代わりの服をビリーに買ってくれた。1960年、大学4年の際に、妻パトリシアと結婚。この年、ミシガンでの NCAA クロスカントリー一部リーグで優勝したにもかかわらず、優勝者の彼は記念写真から出るよう強要される。カナダ代表の選手は、アメリカ人選手で優勝したのは彼なのになぜなんだとビリーに代わって詰め寄った。卒業後、 海兵隊の注意となる。1963年、ニューヨークでのアマチュア陸上競技連盟のクロスカントリー決勝でアメリカ人選手で最高の三着に入賞した。この際も写真から外れるよう嫌がらせを受けたが、言い合わせた海兵隊将校がそうさせなかった。こうして初めて記録写真にビリーの姿が残った。ここまででクロスカントリーの一部リーグで、 ビリーに勝てたアメリカ人選手はたった一人しかいなかったが、こうした差別の陰でそれは隠れていた。ビリーは後に人々が私の金メダルが偶然だと思っていることをいつも意外に思っていると語っている。ミルズは1964年東京オリンピックの1万メートルとマラソンの米国代表に選ばれる。それまで、 アメリカ人は元より西半球出身の選手は誰も1万メートルに勝利したことがなかった。東京オリンピックでは世界記録保持者であるオーストラリアのロン・クラークを中心に全大会ローマオリンピック1万メートル金メダリストのソ連のピョートル・ボロトニコフと全大会ローマオリンピック5000メートル金メダリストのニュージーランドのマレー・ハルバーグとの間で争われると思われた。 アメリカの選考会を2位で通過したミルズは上記の差別タイルのために全く無名であった。選考会で記録したタイムもクラークのベストタイムから1分も遅いものであった。1万メートルの決勝はクラークがペースを作る形で進む。クラークのペースでラップを刻んでいく作戦は次第に効果が現れてきた。レースの半分を過ぎたところでクラークについていたのは チュニジアのモハメド・ガムディ、エチオピアのマモ・ウォルデ、日本のツブラヤ・コウキチ、そしてミルズの4人だけだった。この中からまずツブラヤ、ついでウォルデが脱落した。残り2周となったところで3人が戦闘集団に残っていた。これはクラークのレースだと思われた。クラークは28分15秒6のタイムを持っていたが、 ガムーディもミルズも29分を切ったことのない選手であった。ガムーディの右後方にミルズとクラークがつく展開で、ファイナルラップに突入した。バックストレッチでは、周回遅れのランナーにクラークは囲まれ、クラークはミルズを1、2度プッシュした。そして、最終コーナーを回ったところでガムーディがミルズとクラークの間を両手を振り下ろして割って入り、 はっきり映像に残っている一気に飛び出勤メダルを決めたかと思えた。クラークはガムーディを追いかけるが追いつけない。一方でミルズは争いに入るには遠すぎる位置にいた。しかし、ここからミルズは外から驚異的なラストスパートで二人とも全力疾走で抜き去った。ミルズは自己ベストを約50秒更新する28分24秒4のオリンピック新記録で、 世紀に残る、大番狂わせでの優勝劇を演じたのである。あまり語られてはいないが、クラークとミルズは1万メートルの後、マラソンにも出場している。クラークは10キロメートルまで独走したが9位、ミルズは14位という結果であった。ビリーは、父とコーチの二人から、インディアンの選手として生きろと教わり、次の目標を指導されたと語っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。